こんにちは、こんばんは、おはようございます、ギーコちゃんです。いやネフェルピ島で、なんだっけ、アバロン行ってみよう。勝てるかな。ちょっとね、あんまりねピ島の強さは分かってないんだよね。だからちょっと今回使いながらね、今までのキャラクターと比べてどうかなってところを見ていきたいと思います。ハンターハンターではね、ピトーは結構人気キャラクターだよな、やっぱり。まあ、個人的にはね、俺ね、ユーピーが一番好きなんだけどね。ユーピーかっこいいな、やっぱな。男らしくてさ、紳士。ね。もう、なんて言うんだろう。勇猛果敢なさ、強さよ。性格も勇猛果敢で、強さもすごいしさ。それはすごいな。そんな倒せたあんの？やりづらいじゃん。確かにやね、それマニアックすぎんだろ。あれだね、うわダメだこれ。左側のビットンが倒れてないってことを考えるとか、よいしょ、わあ、そんなことあんの。1回目失敗したからかっこ悪かったな。1回目で成功しとけばさ、かっこよかったんだけどな。今挟まったね、これ。挟まってない。よしよしよし。わ、今下手。とりあえず、すぐに撃とうと思ったら下手だった。おお！これは攻められんじゃないの？普通に。シンプルに、なんかいける気がする。びっくりした。強っ。回復されるけど、強っ。普通に強い。わあ、そんな倒すことある？マニアック。回復される前にやる？難しいね、それは。リマインドブラスターどうだ？ダメか。じゃあ、この次で終わらせるからな、お前。覚えとけよ。終わった。オケマル。場所もいいんじゃない？右側は右上のピトーでいけるから、下のピトーで左側行くか。いやー、ここ嫌いなんだよな、入りづらい。よいしょ、わあ出た。こういう失敗があるんですよね。ただまあまあまあ、場所的にはそんなに悪くもないかな。これいけるだろ、さすがに。よし、ちょっとどうしたのかな。まあでもここ嫌いだからしょうがないな。嫌いなんだもん。おい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 、いいね、リバウンドブラスター素敵。もう真ん中来ちゃうからよ。しかもこの女の子さ、体重重いのか知んないけど強えんだよ、やたらドーンって言うの。やたら強くないこれ。よし、でもいいダメージ食らうよこれ。人大丈夫かお前。キンハート、うわ、大ハート、大ハートみたいな。死ぬことはないから。ただね、これ痛いんだよね。2万6000だろ。うわー、うわー、ちっちゃい。移動だから、とりあえず回復して。ドクターブライスもまだ発動できないから、これ死ぬ？回復できないから。うわー。取るけどさ、取るけど大丈夫かな、ちっちゃい後で。なんかやられる気がするな。あ、でも大丈夫かな？いや、それラッキー、それラッキーじゃん、ただの。それガチのただのラッキーじゃん。回復するためにドクターブライス。ドクターブライス。まあ運も実力のちって言うからな。今回勝ったかもな。縦金なの、すげえな。おお、いいねいいねいいね。二人回復するんじゃない。いいね。二人？三。オッケーオッケー、二人回復した。1万でね、1人1万ぐらいだもんな。さあ、まだボスじゃない。キャン玉方式の上に二玉でつだな。オッケー。うわ、倒せない。下の子は下で行きたいな。一度にしときたい。リワインドブラスター。うわー、おしゃれー。全然行かないな、本体のダメージ。
びっくりしたわ今。リワインドブラスター再アンドフォーの場所だ。こっちをダメージ切るんだ。全然いかなかったな。言うていかなかったな。5万7000円だろ。いや、まだ死ぬことはない。キングハートにしてとこで。リワインドブラスターを使います。うわー、取っちまったー。まあいいや、次移動だ。ドン、下ドン。愚か者め。滅ぼしていたの。で、真ん中にいるから、左右の玉玉をぶっ壊していく。いや、場所いいんじゃない?これ、下にいるのは。で、横レーザーも当たんないとこにいるし。あ、いい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 。位置がすごくいい。これはいいぞ、場所。んで、次は右上だよね。あ、いい。待って、これ危ねえな。場所いいな。あー、でもそんなのよし。もう横勘でいこう、これ。あー、でもレーザーがいて。あー、リワインドブラスターがいいから、これでいこう。多分倒した。オッケーオッケーオッケー。かなりのオッケー。で、次の、あれに耐えたいから、まあ回復があるからいいや。待って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 。あー、でも次は大丈夫。シンプルにあれだもんな。いけんな、ホミングは。ただ、キンハートも湧いたし、まあいければ、いけないことだ。さあ、ここで OK よし、素晴らしい。じゃあここからはちょっとお遊びするか。こんな感じかな。あーわー、あ、まあでもまあまあまあね、次の攻撃も大してくらんでし、いいんじゃない。下から上マッチ、パン、よし、弱いな、浅かった。これ一点で8万から、うわ、4万台まで落ちちゃうと。カードだ、カーン、弱いな、うまくいかねえな、危ねえ。リワインドブラスターでも削り取れるから、びっくりしたよな。相当ダメージいかなかったな。いや、いいダメージ食らうよ、これ。よろしい。上にいるのは大事。アバロンシステムに異常。いいんじゃない、いいんじゃない。発生。上にいたい、上にいたい。よし、かなり、うん、かなりいいと思います。が、上の真ん中良くないね。うん、真ん中良くないね、ピトーその場所は。挟まってる。あー、いい。ずれ方がもうセクシー。ずれ方がセクシー。うん、次の横レーザー食らっちゃうと痛いから下にいなくてよかったなっていうところ。これは痛いんだよね。じゃあリワインドブラスターをなるべく、人を発動する、そういう募集で、ね、次でドスンドスンでしょ。ああ、なんだオッケー、ここでおしゃべりするよ。下手くそやな今のヘッダーだな。でもドクターブライソンも溜まってるし、まあまあ悪くはないんでね、場所的には。うん、横から振って大逆ないよね、もうね。で、回復します。ちょ、なんで上いっちゃうの、そんなに。え、何の入れ番何の入れ番今の。なんで上いったの。セクシーガールすぎるでしょ、それは。まあ、いっか。そしたら。めちゃくちゃいいな、これ。とりあえず、狙いつつ、当てる。片方か、おお、それはオーシャンティージュース。確実にリワインドブラスター倒せるね、もはや確実に倒せるな。いいよ、それは最高。じゃあここからはボコボコに刺してもらいます。ここに通してくれ。うん、5万5000大丈夫。3万台、あー、2万台も落ちたの。結構落ちるな。横レーザー、横にオーケー。アバロンシステムに異常発生。発生か。右側倒して下であいつを、ま、削って。いや、ちょっとね、場所があんま良くないかな、上に固まってんのは。倒して横にいなければいいから。下だろ、次こっちか。じゃあ
がこっちを重なってる。うわー、そんなおしゃれな入り方ある？若干当たってるし、なんならまあいいや。ドクターブライスはスピードとパワーがアップ、じゃあ使って回復しながらボスを、ボスは中ボスか。弱いなー弱いな今の左行くの良くなかったな。完全に完全にビートルジュースだよ。右？あ、そっちか。あー、どうしようかな。リバインドブラスターいいとこなんだけど、防御力アップしてるからあんま意味ないんだよ。行きます。あ、そっか、楽しいな。わー、まあでも位置のずらし方はパーフェクトバーディー。ちょっとやってみたかったが、ダメか。大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。で、真ん中の下。いや、マッチは狙わなくていいんだよ、そこは。それはオシャレすぎるよ。待って待って待って、倒して倒して。あ、ダメダメダメ。はい、これで下入る。入れない。でもリワインドブラスター、オシャリワインドブラスターがあれば大丈夫。僕にはそれがある。行け、そうそう、 OK OK、 それならよし、いいよ。 HP 的には全然まだ余裕がある。次ちょっと気をつけないといけない案件だけど、ここで交換しながらって、まだ回復は取っとる。スピークリできねえ。おお、いいよいいよいいよ。あ、1人上げちゃったけど、でもいい回復。横レーザー、横レーザーだよね、違ったらごめん。これが終わるとしばらく攻撃が来ないから、これはもう、モロタな。これモロタで駆動、これドクターブライス。すごく悪いんだな。スピクリできないのすっぺけどな。まあでもいいや、そういうもんだよ。3体内倒せ、3体内削れる、これ大丈夫かな。ちょっと待って、こんなにグダグダすると思わなかった。これもう完全にやらないといけないやつだ、決めないといけない。あー、やべ、弱点上、弱点上、やべえやべえ、決める、マッチ。